Hey guys, welcome back to LS Channel Yakuza 5. So today I'll be playing part 1 chapter 4 and we are tracking where the red tracksuits people are. So as you can see, they're just right over there. Please leave any feedbacks or comments below, and this video is one of the main quests. Let's get going. So now we know for people who are wearing red suits. So it's end of the Moon Street. I think it's over here. So we'll just go straight and then turn left. So I think we turn left here. Let's have a check with this. Oh, there they are. Hey, turn out there! Oh!
待て。うる。待て。So I think we need to speak with these couples.Okay, so let's go this way and see what happens. Hey, ちょっと待て。止まれ。好きなだけ逃げろ。Okay, so we just keep going south, and we should be able to see them.Oops, sorry. Oh my god. Why is she in the way? Just wait a minute! Kids, ka? Just wait a minute! I'm not going to be. Well, they say that they are at the south end, but I don't see anyone at the south end.Keep going. Ah, there we go. There he is. Let's speak to him. Why do they all want me to fight them? I like that it's simple though. It's quite nice. Yeah, he got so much health. Let's look for an item. DK. Oh. I need to chase after him. Oops. Ouch, what a faggot. Oh yeah. I really like the animation at the end where I did a drop kick. I think that's pretty amazing.
the middle of Suzukake Lane. They got a thing to show, so that's good. Then now I don't have to look for it. So, let's go through here. I actually wanted to buy something as well. So, we'll just go through here. いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いや、ありがとうございました。Guys, so I just skipped a bit of the video, so because it was a fair bit of walk, so I don't want to bore you guys with me walking around. But yeah, let's go. Probably at the highest floor, I reckon. Blank! Oh my god. I should really bring a weapon next time.
go. Oh well, I have a boss fight. And here's the hammer as well. Just wait. Oh, lucky us. I'll buy you some beer, buddy. Oh, I can't block that. Where is his hammer? That's hilarious.
There's a special move. Oh my god. That's a pain for one guy. It is really pissing me off.昨日の。やめとき。やけど頭、こいつは。やめとけ言うとろうがボケが。なんか用があるとや。これは。マダラメから預かった山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。なるほど、親父が考えそうなことや。
マダラメはお前らが東条会との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き俺に預けた。はっ、そうね。どうした、破り捨てないのか。俺らはマダラメの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん、山笠組がどげんなろうがそげんことはどうでもよか。親父の仇ば撃つ、今の俺らにはそれしかなか。仇なら今目の前にいるが俺もそげんアホやなか。親父に手ばかけたとはあの青山っちゅう登場会のガキやろ。本部ば破壊された時気づいたばい。あんたはあげな姑息な手口使うような人間やなか。じゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい、島がどげんの利権がどげんのとかは関係なか。俺らは極道の切り場通すだけばい。そうか。あんた、何場所っとや。山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やて。長瀬に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ他の組が島争いでもしようもんならそれこそ商売上がったりだ。商売ってお前。こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はあ、なんばわけんわからん言葉言いようとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ東条会と戦っても皆殺しになるだけだ。なんてや。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ、どういうことや。一発だ、一発で倒してやる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか、二度目に相手をボテクリこけしゃよか話やけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。Wow, he's gonna lose for sure. Dang it. Ah.さんとの勝負だい。怠慢に口ば挟むやなか。くそが。あの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。分かっとう、そげんこつ。待って、こんままやったら東条会の連中に福岡が乗っ取られる。
俺らがあの青山はやらない、いかんとや、絶対に。さっきも言っただろう、山笠組は解散させない。待ってん、それじゃ俺が潰す。福岡にいる東条会の人間全員をな。なんてか。会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと？生きてたのか、あの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。風、青山だ。ああ、東条会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと？どういうことだ？やけん戦争ばしちゃって言うとって、貴様に近っぽ親父の怒り返しちゃ。おお、そうばい、こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多のふ頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり弾は取っちゃるけ。これでよかったとや、桐生さん。大工、向こうは何と？宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜不当でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要はありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。東条会が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても、片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。本人これでよかったとですか、桐生さん。ああ、上できた。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。下手に時間ば使うて、明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう。分かっている。だが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんだな。青山に電話する前に話ばしてくれた複雑な事情ってやつですか。ああ、素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中にこれ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。いやけど、まさかあんたがあの東条会の四代目堂島の理由やったとは。なして親父も俺らに教えてくれんかったとやろか。マダラメ組長は守ってくれたんだ、俺も、そして大吾のことも。うちの親父は人助けばっかしよったけ。そげん意味じゃ極道に向いとらん人間かもしれません。おかげで下について俺らは貧乏くじばっかだい。まあな、俺はマダラメっていうのは他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもな。
うたい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残った連中ばかき集めます。桐生さんはどげんしますか？約束の時間になったら埠頭へ行く。現地でお茶を。Thanks for watching. Please leave any feedback or comments below. Give me a like and subscribe. And yeah, thanks for watching, everyone. Bye.